要望書には政府が6月ごろに策定する経済財政運営の基本方針、いわゆる骨太の方針に温泉文化のユネスコ無形文化遺産の2028年登録を目指すという文言を盛り込むことや温泉文化の普及・継承のための財政支援などが明記されました。埼玉県が新たに加わり 温泉地のある三十七道県の知事らで作る知事の会は登録推進へ向け全国各地の温泉の実態調査などを行っています山本知事は大臣との面会前に自民党の都会喜三郎政調会長と自民党と公明党の国会議員による議員連盟の根本匠幹事長にも同様の要望書を手渡したということです 十分な感触を得られたので、これからまたいろいろハードルを乗り越えていかなければいけないと思いますが、2026年に国内候補になって、2028年に登録すると、こういう道筋までぜひ何とかこの骨太の方針に入れていただけるように、働きかけてまいりたいと、このように思っています。